アーロンは約束を破ったことを認めず、ナミが逃げ出せばココヤシ村の全員を殺すと脅迫した。一方、現像とココヤシ村の村人たちは決意を固め、アーロンを倒そうと立ち上がる。待ってよみんな、私また頑張るから。もう一度お金を貯めるから大丈夫。もういいんだ。我々の命を一人で背負ってよくここまで戦ってくれた。お前はこのまま村を出ろ。やめてよみんな。もうあいつらに傷つけられる人を見たくないの。どきなさいナミ。行くぞみんな。勝てずとも我々の意地を見せてやる。ナミの描いた地図って本当にすごいよ。世界地図か。ナミ、あんたはいつか必ず夢を叶えるよ。さあナミ、できたよ。ベルメールブランドのオートクチュール。またの事故のお下がり。私、どうせ拾われるならもっとお金持ちの家がよかった。そんなバカなこと二度と口にしないで。そんなにこの家が嫌ならどこへでも出ていくといいわ。ベルメールさん、私たちがいない方が幸せなのよ。海賊だー。みんな海賊が来たぞ。みんな隠れろ。海賊が来た。ここは危険だ。裏の林へ隠れろ。グランドラインの魚人たちがなぜこんなところに。よーく聞き、てめえらは今日この記念すべき日に自分の命を俺から買うんだ。大人は一匹10万ベリー、ガキ1匹5万ベリー、払えねえやつ殺す。エルメールさん。無力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 、下等の種族のなんと無力なこと。どいてよ、ベルメールさんを助けに行くんだ。ダメだ、こいつら本物の化け物だ。これからは一人毎月10万ベリーの命を買わねばならんそうだ。10万、俺たち生きていけないよ。10万あるそうだ。金が足りてよかった。これで村人は全員無事だ。誰が私の分だって言った？その10万は2人の娘の分。私、家族がいないなんて言えないや。そりゃ確かに血のつながりはないけどさ、家族なんだ。口先だけでも親になりたいじゃない。あいつらは私の子でしょ。めんね。母親らしいこと何もしてあげられなかった。そんなことない。何もいらないから知らないで。ずっと一緒にいて。あんたは夢を叶えるんだよ。生きてね。くだらねえ愛に死ねえ。ノジコ、ナミ大好き。さあ、はっはっは。ルフィ、何よ、何も知らないくせに。ああ、知らねえ。だから出てけって言ったでしょ。出てけ、あんたなんか。出てけ、出てけ。